まずは今回の2024年1月1日に発生した能登半島地震、並びに2024年9月21日から22日にかけて同じく能登半島にて発生した豪雨災害に際して、亡くなった方へのお悔やみと被害に遭われた方へのお見舞いを申し上げます。今回の半島周遊旅では、2024年9月現在までの復興状況などをこの目で見て YouTube を通して広めること、またマスコミが報じない様子などを確認することが目的で訪れました。物見さんのように感じられる方もいるとは思いますが、被災直後ではないこと、また現地の方も観光に来てほしいというのが正直な声だと思いますので、避難をしていて現地に行くことができない人、何か理由があって現地へ行くことができない人が少しでもこの動画をご覧になって何かを感じてもらえればいいなと思います。また視聴者の皆さんも初めて目にするようなものばかりではあるとは思いますが、これをご覧になって喉に対してや災害に対して何かを感じていただければ幸いです。おはようございます。2024年9月14日土曜日です。なかなかね、こう面白く楽しく撮れるような内容に今回はならないのかなというふうにも思いますけれども、まあ、自分の目線で見てきて自分の、まあ、考えでレポートができればいいかなというふうにも思いますし、まあ、私は車中泊で3日間ぐらい回ろうかなというふうに思ってますけれども、そういった形で能登、まあの様子が気になる方ですとかですね、復興の様子が分かるような形で撮ってこようかなというふうにも思ってますので、まあ、その点も期待して見ていただければいいのかなというふうに思います。ただね、今回天気がねあんまり安定しないんですね。今日は晴れるんですが、明日以降また天気がねちょっとどうなるかっていうのが分かりません。では限られた時間の中なんですが、まあ私の動画でね楽しんでいただければなというふうに思ってます。では行ってきます。はい、珠洲にやってきました。ここは珠洲市の南端にある鵜飼地区という場所ですね。結構ねニュースとかでもよく出てたとこですね。こっちがですね橋ですね。でこの奥がですね鵜飼漁港という場所です。でここはまあ津波が来てしまったというよりは揺れの被害が大きかった場所です。ここに住んでた方々はもう今別の場所に行ってるものだと思われますけれども、1月6日静岡と書いてありますね。今この鵜飼地区に来てからですね、やっぱり結構復旧工事、まあこう詰めるようなところであればまた足場組んで結構工事やってる作業者もいましたし、
まあ参拝だったり、あの土砂積んでるトラックも結構行き交っていましたね。でもそのほとんどが結構あの岐阜とか名古屋とか東海エリアから来てる車が多いようです。まあ、さっきはね、白丸海岸のとこでは滋賀ナンバーの建設の車いましたけど、まあそんなようなところからも、応援で現場に来てるといった具合です。でさっきもねちょっとお話ししましたけれども、まあ、その公費解体っていうのはですね、まあ、手続きを行った上で、まあ、公費国のお金を使って、まあ、解体をするということになってるんですけれども、例えばですね、あの瓦礫がですね、所有者がわからない場合というのはですね、それを公費でこう解体すること、要は所有者がわからないとですね、なかなか公費解体にするっていうことが難しいみたいですね。すごいなこれ、電柱折れてんな、ちょっと逆光になっちゃってますけどね、電柱折れてます。で、あとはですね、先日もニュースやってましたけども、自衛隊員のやっぱりこう応援、例えば、まあ、現場の復旧もそうですし、人助けもそうですし、あのお風呂だったり、まあ、あの炊き出しというのはですね、結構自衛隊員がやってたみたいなんですけれども、で自衛隊がですね、まあ、人命救助だったり、道路の復旧、あとは入浴だったり炊き出しの支援だったりっていうのでですね、8月の、31日をもって、災害復旧支援っていうのが終わったんですね。で今回はですね244日間で、延べ114万人、まあ、これだけ投入されたのは、東日本の震災よりも多い人数だったそうです。まあ、それだけね、投入されたとしても、まあこの後ですね、行くそれぞれの場所ではまだまだ復旧には時間がかかりますし、まずはですねこの、被災してしまった家屋等の解体撤去っていうのもかなり大変だ、まあ、困難を極めるようなであると思います。ちょっと逆光なんですが、鵜飼川に架かる橋を渡ってですね、南側にやってきました。こっち側が、漁港側ですね。まあ、この辺も全然あの手つかずの状態でそのまま残ってしまってて、まあ多分最初はね道路にもねこの残骸が出てきたものをまあ寄せてあるといった感じになりますけれども、こちらがマンホールですね。2メーター分ぐらい上がってますね。マンホールの蓋が外れてまして、こう見るとですねちょっと分かりにくいと思うんですけど、これ下まであの排水管本管が見えます。割とこのはしごが綺麗なんで、そこまで古いあの缶ではないですね。さっきもそうだったんですけども、こう築年数が浅そうな建物っていうのは割としっかり残ってるんですよね。逆にねやっぱりこっちとかはあのもう築5、60年経ってるような家屋はもう1階部分がやっぱりこう1階部分からまあ潰れてしまって、まあ、2階部分が、まあ、今の1階の高さに、まあ、こう上からあの押しつまさに押しつぶされたようなそんな感じの家屋が目立ってます。あとはだからどのタイミングで、まあ、その片付けをするか、まあ、しばらく、このままの状態が続いてしまうような気がしてますし、この後ねまた冬なんか来ると北陸はとにかく日照時間も短いですし、冬は風と寒さが厳しいことは予想できますので、また大変な冬がやってくるんじゃないかなと思います。しかしこれ本当どうすんだろうな。まあ解体屋さんがいないっていうのもわかるんですけど、
まあね、その気になって、まあ、あとはお金の問題だと思うので、高い金額出せばね、変な話、東京に、いや関西にいる業者だって動くとは思うんですけどね。まあ、やっぱり解体っていうのもこう相場感が決まってますんで、まあ常識を逸脱したような金額で仕事を受けるっていうことはできないことになってるがゆえに、やっぱり時間かかってしまう、そんなこともあるかもしれませんね。Thank you.